和歌山港駅は和歌山県和歌山市総主畑にある南海電気鉄道和歌山港線の駅、同線の終点である。駅番号は NK45 から1。南海フェリーへの連絡駅としては1956年に開業した初代和歌山港駅が存在していた。和歌山港のフェリー乗り場の移転に伴い、和歌山港線の延伸とともに2代目の 和歌山公駅として、当駅が開業した。島式一面二線のホームを持つ、森土駅。二階に改札口とコンコース、三階にホームがある。有効場は八両編成分ある。改札口を出ると、そのまま、南海フェリー乗り場への連絡通路に続いている。フェリーの出港5分前に、ルージュの伝言、乗り換え列車案内に、セシルの週末、それぞれの曲が、 案内放送と共に流れている。無人駅だが列車発着時は改札前で南海フェリーの社員が乗り換えなどの案内を行う。和歌山公益水県駅間が廃止されるまでは1番線の全路が水県方面に通じていた。2番線は開業当初から行き止まり式であった。2020年度の調査結果では1日平均乗降人員は262人である。 乗降客数は減少傾向にあり、特に1998年の明石海峡大橋開通以降の落ち込みが著しくなっている。各年度の1日平均乗降人員は下記の通り。駅前広場と周辺海沿いに工場、倉庫が立ち並び、和歌山港に関連する観光庁施設もある。駅前広場から和歌山バスの南海和歌山市駅、 和歌山駅方面への路線がフェリー接続に特化して運行している。ありがとうございます。